はい、どうもサンフランシスコ太郎です。本日俺は、東京港区六本木にいるんですけれども、東京港区といえばテレビ局ということで、本日は東京港区テレビ局巡りツアーを行っていきたいと思います。それでは早速行っちゃいましょう。ということでですね、まず今六本木にいるので、六本木といえばテレビ朝日に向かっちゃいたいと思います。ということでですね、ヒルズのあたりに今いるんですけど、ヒルズのところにはラジオ局の J-WAVE もあるんですけど、本日はテレビ朝日、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか、本当子供の頃めっちゃお世話になってたんですけど、テレビ朝日に向かっていきたいと思います。ということで、ドラえもんで言ったら、まあやっぱり俺は大山信代さん派なんですけど、世代的に。ただなんか新しくなったやつ、映画を1個見たんですよ。新鉄人兵団っていうのを見たんですけど、バンプオブチキンの友達の歌が主題歌で、あの映画ね、もう本当大人になってから見たんですけど、めちゃくちゃ感動して、ほんと泣いちゃったぐらいめっちゃいい映画だったんで、新しいドラえもんもやっぱりいいなって、ドラえもんってやっぱ結局いいなっていうのを思いながら今テレ朝向かってます。はい、ということでですね、今ヒルズのおしゃれな階段を降りてるんですけども、そうこう言ってる間にテレビ朝日がもうそろそろ見えてきます。最初から見えてたんですけど、テレビ朝日にそろそろ着きそうです。ということで来ました、テレビ局ツアー1つ目、テレビ朝日やってきました。ということでテレビ朝日なんですけれども、テレビ朝日ね、今日は中には入らないんですけれども、テレ朝のグッズとか楽しめるところもあると思いますんで、ぜひ行ったことないよって方がいらっしゃいましたら、行ってみるのもありかなっていうふうに思います。結構楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。近くにヒルズとかもあるんで、ヒルズでも1日潰せるぐらいなので、ぜひいらっしゃっていただきたいなと思います。こんな感じでなんかこう公園的な癒しのスポットみたいのもあるんで、テレビ朝日とそこら辺の、森ビルとか六本木ヒルズとかもありますんで、時間を潰せるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、テレビ局はこれ全然関係ないんですけど、急遽何ですかね、これ村上隆さんのアートですかね、わかんないですけど、めっちゃなんかすごい金ピカの花が花束持ってるみたいなやつがありましたんで、ちょっと一応ご紹介した方がいいかなということで今動画撮ってます。すごいですね、これもう近くで見るとめっちゃでかい花、めっちゃでかいですね。手に持ってる花もめっちゃ笑ってる、なんかハッピーな花ですね。ということで金ピカのお花でした、はい、ということでですね、やってきました港区赤坂、赤坂といえば TBS、 TBS って言ったらオールスター感謝祭とか島田紳助さんがやってたやつですね。あれで赤坂5丁目ミニマラソンみたいな、あれがねすごい覚えてて、ワイナイナさんっていうめちゃくちゃ速い人がすごいハンデつけて後から走り出すんですけど、ものすごい勢いでまくってくるんですよ。あれを思い出すというか感じなんですけど、もうやってきました。すでにねここちょっともう TBS の敷地内に来てるんですけれども、はい、TBS の方に行っちゃいたいと思います。あとはこの可愛い豚ちゃんとかがいたりして、ウルトラマンもいますね。はい、ウルトラマンもいて、ブータちゃんもいるということで、近くなんでブータちゃんと撮影したいと思います。どうもサンフランシスコ太郎です、よろしくお願いします。本日はですね TBS にやってきております。皆さんぜひ TBS 遊びに来てください。ということでですね、まあ、ここですかね、さっき話した赤坂5丁目ミニマラソンの心臓破りの坂っぽいところがあります。ここでワイナイナ選手がめっちゃもうまくりまくってっていうのが、もう本当に子供心にワクワクした記憶があります。はい、ということでですね TBS やってまいりました。港区赤坂に来た際はぜひ TBS 遊びに来てみてください。ということで、次のテレビ局行っちゃいたいと思います。はい、ということでですね、港区新橋日テレに来ております。ということで日テレの今敷地内に入ってるんですけれども、テレはこんな感じで、ということでもうなんかおしゃれなオフィスって感じなんですけれども、こんな感じですね。日テレって言ったらやっぱりあの木原さん、そらジローの場所に行ってみたいなと思いますんで、今ちょっと向かってます。ということでですね、まあ、こんな感じでなんかジブリ的なおしゃれなやつもあるんですけれども、木原さん、そらジローの場所はここら辺ですかね、お家かな。はい、ちょっとですね、木原さん、そらジロースポットどこら辺かちょっとわからないんですけど、どこなのかな、ここら辺なのかな、感じ的に言うとここら辺なのかなとも思うんですけれども、確信は持てないんですけど、ここら辺じゃないかなみたいな
感じです。日テレはねもうこんな感じで普通に超高層ビルっていう感じですね。はい、ということでオフィスの普通の超高層ビルみたいなイメージです。こういう感じでね、なんかよくわからない変な人たちが土下座してるスポットみたいのもあるので、ぜひ、この日テレに来た際はここもねチェックしていただければなというふうに思います。ということでですね、日テレはこういう感じで公開スタジオみたいな外から見れるような撮影スタイルみたいのもしてるみたいなんで、ぜひ新橋汐留に来た際は、日テレ寄ってみてどんな感じで撮影してるのかなみたいなの見たいなって人も、ぜひね来ていただければなというふうに思います。ということでですね、日テレにはそろそろ別れを告げて次のテレビ局に行っちゃいたいと思います。ということでですね、ゆりかもめで移動していっちゃいたいと思います。ということでですね、やってまいりました港区台場、台場といえばそうフジテレビジョンに行ってまいりたいと思います。ということでですね、雨降ってて結構もやかかってるんですけれども、こんな感じですね。こっちにアクアシティもありまして、こんな感じでライトアップされてます。はい、ということでですね、もうすっかり夕方というかもうちょっと夜になりかけてるんですけど、雨とかもね結構降ってきました。フジテレビといったらやっぱり俺はめちゃイケとかをめちゃめちゃ見てて、めちゃイケで育ったと言っても過言ではないので、フジテレビもうめっちゃ好きなんですよね。フジテレビがこう見えてきました。はい、ということでですね、今ちょっとなんか封鎖されてるんですけど、やっぱフジテレビといったらねこの階段、ここでね、数々のバラエティ番組とかでここを使っていろんなことやったりとかしてたイメージがあったので、ここねやっぱ来てみたかったんですよね。ということでフジテレビまでやってまいりました。本日はですね、港区のテレビ局、民放のキー局を回ってきたんですけれども、やっぱり今こうテレビってオワコンって言われてる中で、でもやっぱり俺みたいなテレビを見てた世代からしたらテレビ局に来たら結構テンションが上がったりするので、ぜひね皆さんもテレビ局に来たらテレビ局のグッズ売ってたりとか、本当にねテンションが上がる要素がたくさんあると思いますんで、ぜひね港区に来た際はテレビ局行ってみちゃってください。それでは本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。